台風の人工衛星画像台風とは、熱帯低気圧の内北西太平洋、または南シナ海に存在し、かつ、低気圧域内の最大風速が、約秒速17.2メートル以上にまで発達した、ものを指す故障。強風域や暴風域を伴って、強い雨や風をもたらすことが多く、ほとんどの場合、気象災害を引き起こす。 上空から地球に向かってみると、半時計回りの積乱雲の渦からなる。超大型と呼ばれる台風は、風速秒速15メートルの強風域が、半径800キロメートル以上と、とても大きな台風となる。年別台風記事一覧も参照。気圧が、最も低い位置を、気圧中心といい、その位置と勢力で、台風は定義される。 普通の低気圧との最大の違いは、前線を伴っていないことである。1、ハリケーン。2、台風。3、サイクロン北西太平洋の、統計100度線から180度気線までの、北半球に中心が存在するものを言う。海域としては、北。 太平洋西部及びその付属海である南シナ海、東シナ海、フィリピン海、日本海などにあたり、陸域としては、東アジア、東南アジア、ミクロネシアのそれぞれ一部が含まれる。最大風速が、秒速17メートル以上の熱帯低気圧のうち、北、インド洋にあるものは、サイクロンと呼ばれる。南太平洋、北太平洋、北、 大西洋の熱帯低気圧のうち最大風速が秒速33メートル以上のものはハリケーンと呼ばれる。ただし、台風、サイクロン、ハリケーンともに現象としては同一である。これらの熱帯低気圧が地理的な境界線を越えた場合は呼び方が変わる。例えば、2006年に北東太平洋で発生したハリケーンイいケは、精神して、 軽度180度を超えたため台風12号になった。このように、区域をまたがって台風に変わったものを、越境台風と呼ぶ。逆に2019年の台風1号は、マレー半島付近で、統計100度線を超えたことにより、サイクロンに変わった。なお、世界気象機関の国際分類では、地理的な領域に関係なく、熱帯低気圧を最大風速により、 トロピカルデプレッション、トロピカルストーム、シビアトロピカルストーム、台風雲の4段階に分類している。この場合における台風雲と、本校で述べている台風は、英語では共に台風雲と呼ぶが、概念としては異なる。台風の場合、熱帯低気圧域内で最大風速秒速17メートル以上を満たしたものを指す。台風の位置や中心気圧、 最大風速、大きさの数値は、過去の観測データの蓄積により確立されたドボラック、ポーに基づいて、人工衛星画像から推定し、地上や船舶で風速が観測できた場合に、その都度修正していく方法をとっているため、中心付近の最大風速は、必ずしも実測値ではない。例えば洋上にある、台風中心の風速を実測するには、 航空機が必要となり、実際に1987年までは、米軍が航空機観測を実施していた時期もあるが、観測員や設備、運用等の負担が大きく、現在日本では、航空機による観測は、工場的な手段としては行われていない。なお、世界気象機関の世界気象監視計画により、北西太平洋海域の台風監視活動を、 行う中枢として、日本の気象庁が熱帯低気圧プログラムに参画する地域特別気象中枢に指定され、気象庁の判断が国際的には公式のものとされるが、この海域では中華人民共和国、台湾、フィリピン、ベトナム、アメリカ合衆国などの気象機関がそれぞれ台風の監視を行い独自に推定を行っているため、機関によって風速等に 多少の誤差が出ることもある。日本では、古くは、野の草を吹いて分けるところから、野分けと言い,い、11世紀初頭の、枕の創始、源氏物語などにも、その表現を見ることができる。ただし、野分けとは暴風そのものを指す言葉であり、気象学上の台風とは、概念が異なる。江戸時代には、熱帯低気圧を中国に習って、愚風と訳した文献があるが、 明治の初めには台風、または台風などと表していた。明治末頃、岡田竹松によって台風という言葉が生まれたとされている。1956年に指針として、同音の漢字による書き換えが示されて、以降は多く台風と書かれるようになった。由来には諸説があり、主な説としては以下のものが挙げられる。 ギリシア神話に登場する怪物、テュポンに由来する、台風雲から、台風ううとなった。アラビア語で嵐を意味する、ガトーヨーに伝わり、台風うううとなった。また、英語では、台風となった。中国関東省で、南、または、東の激しい風のことを、外国からの風のとして、王風と言い、その後、西洋に伝わり、ギリシア神話のテュポンの影響で、 ギリシャ式の台風雲という綴りで書かれるようになり、東洋に逆輸入され、台風うううとなった。沖縄で作られた言葉とする説、久米村の気象学者、サイオンの造語であると言われる。英語の台風雲は、古くは中編と綴り、中国語の台風が由来とする説は不自然とされており、アラビア語起源ギリシア語起源の二つの説が有力とされる。ちなみに、 沖縄の内縄口では、火事淵、または、低風と称される。台風の中心位置、最大風速、中心気圧、暴風域半径、強風域半径などを総称して、台風所言という。熱帯低気圧の構造図。目の周辺部では、上昇気流。目の中心部の上空では、下降気流が起きている。亜熱帯や熱帯で海から供給される。 大量の水蒸気が上昇して空気が渦を巻きできるのが熱帯低気圧で、これが最大風速秒速17.2メートルを超えると台風となる。この点で冷たい空気と暖かい空気が混ざり合おうとして空気が渦を巻きできる温帯低気圧とは構造が異なる。温帯低気圧では冷たい空気と暖かい空気がぶつかり合っており、 前線を伴うことがあるが、台風本体は暖かい空気のみでできているため前線を伴うことがない。台風の北上によって冷たい空気が流入した時には温帯低気圧に変化する。中央に見える丸い空洞のような部分が台風の目である。台風の中心付近は風向きが乱れているために暴風が互いに打ち消し合う。 台風の中心付近の下降気流となっている風や雲がほとんどない区域を台風の目と呼び勢力が大きい台風ほど明瞭に現れるが勢力が衰えると半然としなくなることがある発達した台風では背の高い積乱雲が中心部を取り巻いておりアイウォールと呼ばれている構造としては台風の目の周囲付近は中心に向かって周囲から 吹き込んだ風が強い上昇気流を作っており、積乱雲が壁のように取り囲んでいる。壁の高さは地上1000メートルから上空1万メートルに達する。そして、その外周には外側交流帯が取り囲んでいる。また、台風本体から数百キロ程度離れた場所に先区、交流帯が形成されることがあり、さらに、この位置に前線が停滞していると前線の活動が、 活発になり、大雨となる。なお、台風は、一般的にその中心よりも、進行方向に対して、右側の方が風が強くなる。これは、台風をめがけて吹き込む風と、台風本体を押し流す気流の向きが同じであるために、より強く、風が吹き荒れるためである。気象学上ではこの台風の、進行方向右側半分を危険半円と呼ぶ。また、 台風の左側半分は吹き込む風と気流の向きが逆になるために相対的に風は弱く下降半円と呼ぶ。しかし、下降半円という概念はかつて小船が台風の中心から遠ざかる進路を取るとき台風の進行方向左側に入っていれば右舷線尾に追い風を受けながら飛行できたことの名残であり、あくまでも右側半分と比較して風が弱いだけであり、 火口半円の範囲といえども風雨は強いため警戒を要する。台風の勢力をわかりやすく表現する目的などから、台風は強さと大きさによって階級が定められ分類されている。強さによる分類は、国際的には WMO が規定する分類法が使用されているが、それに準じた多少差異のある分類法も、 熱帯低気圧の等級のようにいくつか使用されていて、同じ台風でも気象機関によって異なるレベルに分類される場合がある。具体的には、米軍の合同台風警報センターでは1分間平均の最大風速、日本の気象庁では10分間平均の最大風速によって分類する。例えば同じ台風の同時刻の観測において、 米軍の合同台風警報センターが台風の強度に達したと判断しても日本では強い台風の強度に達せず波の強さと判断する場合も生じる。また最大風速で強さを分類しているが過去には中心気圧が用いられておりその名残から日本で発表される台風情報には中心気圧も網羅される。なお、 日本でもマスメディアなどにおいて用いられるスーパー台風の故障については気象庁における明確な定義はないが米国の合同台風警報センターでは最大強度階級130ノット以上の台風のことを指してスーパー台風と呼んでいるほか中華人民共和国などでは風速100ノット以上の台風をスーパー台風としているまた日本の気象庁では 大きさによる分類も行っている。風速秒速15メートル以上の強風域の大きさによって分類する。秒速15メートル以上の半径が非対称の場合は、その平均値をとる。なお、以前は1000ミリバール等圧線の半径で判断していた。これらを組み合わせて、かつては大型で波の強さの台風というような言い方をしていた。しかし、 組み合わせによっては、ごく小さく弱い台風となる場合もある。1999年8月14日の黒倉川水難事故を契機に、このような表現では、危険性を過小評価した人が、被害に遭う恐れがあるという防災の観点から、気象庁は2000年6月1日から、弱いや、波の、といった表現をやめ、蒸気表のの欄のように表現を改めた。 したがって、小型で、中型で、ごく小さく弱い、波の強さの台風と呼ばれていたものは、単に、台風、大型で波の強さの台風は、大型の台風と表現されるようになった。1980年から2005年までの、北西太平洋上での熱帯低気圧の経路。ほとんどの台風は、北半球における夏から秋にかけて発生する。 最盛期のコースを例にとると、発生当初は、貿易風の影響で西寄りに北上しつつ、太平洋高気圧の円に沿って移動し、転向した後は、偏西風の影響で東寄りに北上し、ジェット気流の強い地域に入ると速度を速めて、闘進し、海水温や気温の低下に起因する、中心部上昇気流勢力の低下、海上に比べ起伏が激しくまた、 昼夜の温度差が大きい陸への上陸によって勢力を弱めていく。ただこのような教科書的なコースをたどるものはそれほど多くなく、太平洋高気圧の影響により、精神し続けたり、停滞したりと、複雑な経路をとるものもしばしば現れる。日本列島やフィリピン諸島、台湾、中国河南、河中沿海部、朝鮮半島などに大きな被害を与える。 コースによっては、ベトナムやマレーシア、マリアナ諸島、ミクロネシアなどを通ることもある。稀ではあるが冬季にも、海水温の高い程度で発生する。コースの北限は、ジェット気流であり、その流路変化に伴って、暖かくなるにつれコースは北に移り、夏を過ぎると南に下がってくる。台風の発生台風や、ハリケーンサイクロンなどの熱帯低気圧を発生する。 気候については様々な説が唱えられてきた。熱帯の強い日射により海面に生じた上昇気流によるという説、熱帯収束帯状に発生するという説などが出されたがどれも不完全であった。現在では変動風波動説が多くの支持を集めている。南北両半球の北緯30度付近には赤道で上昇して北上した空気界が ハドレー循環により、上空に対流しての地下降し、亜熱帯高圧帯が形成される。北、太平洋高気圧もその例であるが、これらの高気圧から赤道方向に向けて吹き出した風は、こりよりの力を受けて、向上的な東風になる。これが変東風で、この風の流れの中に、うねりができると、 半時計回りの渦旅が生じ、水蒸気が凝結する際に発生する鮮熱が、エネルギー源となり、熱帯低気圧となるという考えである。なぜ波動ができるのかはまだはっきりしないが、実際の状況には最もよく合致した説である。ただし、そうして発生した波動の多くは発達せずに、潰れてしまう。1万メートル以上の上層に高気圧を伴う、 場合には高気圧の循環による上昇気流の強化により台風に発達すると思われる。一般に台風が発生する場合は海面の水温が26摂氏27度以上であり、高温の海面から蒸発する水蒸気が原動力になっている。また、台風の発生の上でコリオリの力は必要であり、コリオリの力が小さい赤道付近では顕著な。 熱帯低気圧が発生しない。台風の発達台風の内部構造を示した図合イ目、アイアル、目の壁、レインバンズ、交代台風の発達過程はかなり詳しくわかっている。台風の原動力は凝結に伴って発生する熱である。温暖な空気と寒冷な空気の接触等による有効位置エネルギーが変換された運動エネルギーが 発達のエネルギー源になっている温帯低気圧との大きな違いはここにある。上昇気流に伴って空気中の水蒸気は凝結し、熱を放出する。軽くなった空気は上昇する。すると、地上付近では周囲から湿った空気が中心に向かい上昇し、さらに熱を放出し、エネルギーを与える。このような条件を満たすときに台風は発達する。 このような大流雲の発達の仕方をシスクという。なお、台風が北半球で半時計回りの渦を巻くのは、風が中心に向かって進む際に、こリオりの力を受けるためである。二個の台風が 1000km 以内にある場合、互いに干渉し合って複雑な経路をたどることがある。 これを提唱者である第5代中央気象台長の藤原崎平の名前を取って藤原の効果と呼ぶ。その動きは相寄り型、思考型、追従型、時間待ち型、動向型、離反型の6つに分類されている。一般に台風は日本の南海上で発達し、日本列島に接近、上陸すると衰える傾向がある。これは南海上では 海水温が高く、上述した台風の発達に必要な要素が整っているためで、日本列島に近づくと海水温が摂氏26度未満になることにより、台風の発達は収束傾向になる。初夏及び晩夏から秋に、日本列島へ近づく台風の多くは高緯度から寒気を巻き込んで、徐々に温帯低気圧の構造へと変化し、前線が形成されるようになる。 温帯低気圧化が進んだ台風は南北の温度差により運動エネルギーを得るため海水温が摂氏25度以下の海域を進んだり上陸してもほとんど衰えない場合があるさらに高緯度へ進み前線が中心部にまで達すると温帯低気圧化が完了となるもしくは台風内の暖気核が消滅することで温帯低気圧化することもあるがこの場合は 必ずしも低気圧の中心まで前線が描かれない場合がある。日本列島に上陸せず、津島海峡を通過して、日本海南部に入った場合、または台風が日本列島に一旦上陸し、勢力が衰えた後に日本海南部へ出た場合は、暖流である津島海流の暖気が台風へエネルギーを供給することで再発達し、 普段は台風による被害を受けにくい北海道、東北地方に甚大な被害を与える場合もある。1954年の東山ル台風や1991年の平成3年台風第19号、2004年の平成16年台風第18号などがその例である。台風の消滅台風が海面水温の低い海域に達して、 水蒸気の供給が減少したり、移動する際の地表との摩擦によって、台風本来のエネルギーを失うと、熱帯低気圧や温帯低気圧に変化する。特に台風が北上して、北方の冷たい空気を巻き込み始めると、温帯低気圧に構造が変化する。ただし、台風から温帯低気圧への変化は低気圧の構造の変化であり、必ずしも、 雨量や風速が弱くなるわけではない。2004年の台風18号では、温帯低気圧に変化した後も、中心気圧968ヘクトパスカル、最大風速秒速30メートルの勢力を持ち、この低気圧で、北海道札幌市では、最大瞬間風速秒速50.2メートルを観測した。日本台風が、日本本土を襲う経路は様々であり、 累計化は難しいが、典型的な台風として、北緯15度付近のマリアナ諸島近海で発生して、西寄りに時速 20km 程度で進み、次第に北寄りに進路を変えて、北緯25度付近、沖縄諸島の東方で転向し、北東に向けて加速しながら、日本本土に達するというパターンが考えられる。 台風の経路として書籍にもしばしば掲載される型であるが実際にはこのような典型的な経路を取るものは少なく稀には南シナ海で発生してそのまま北東進するもの日本の南東海上から北西進するものあるいは仮の川台風のように明確な天候点がなく北上するものなどもあるさらに聖火器で台風を流す上層の気流が弱く 方向も定まらないような時期には複雑な動きをする台風も見られる。日本の気象庁の定義によれば台風の上陸とは台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸に達することを言う。したがって台風の中心が上記四島以外の島の海岸に至っても上陸とは言わないため沖縄県に台風が上陸することはない。 台風の中心が小さい島や半島を横切って短時間で再び海上に出ることは台風の通過と呼ばれる。また、ある場所への台風の接近とは台風の中心がその場所から半径 300km 以内に達することである。日本には平均して毎年11個前後の台風が接近し、そのうち3個くらいが日本本土に上陸する。 2004年には10個の台風が上陸し、上陸数の記録を更新した。その一方で1984年、1986年、2000年、2008年、2020年のように台風が全く上陸しなかった年もある。台風接近中の台北市のスカイライン。台風が日本本土に上陸するのは、 多くが7月から9月であり、年間平均上陸数は8月が最も多く、9月がこれに次ぐ。8月は太平洋高気圧が日本付近を多い、台風が接近しにくい状況ではあるが、台風発生数も最も多く、また高気圧の勢力には強弱の周期があるため、弱まって退いた時に台風が日本に接近、上陸することが多い。 無論、西に進んで、フィリピン、台湾、中国に上陸したり、朝鮮半島方面に進んだりするものも、少なくない。6月や10月にも数年に一度程度上陸することがある。最も早い例では1956年4月25日に、台風3号が、鹿児島県に上陸したことがあり、最も遅いものとしては、1990年11月30日に、 台風28号が、紀伊半島に上陸した例がある。フィリピンフィリピンでは、毎年6月から12月にかけてに台風が、襲来するリスクが高くなる。フィリピンでは年平均で、約20個の台風が領域内で発生するか、領海内に進んできており、うち6から9個の台風が上陸している。 フィリピンでは2004年から2014年にかけての11年間に88の台風の影響を受け、合計死者数18,015人、合計負傷者43,840人、合計経済損害額13,700、100万 US ドルの被害が発生した。ノアの観測機から撮影されたハリケーンカトリーナの中心部アメリカでは、1943年に、 テキサス州ヒューストンを襲ったサプライズハリケーンの際に観光された直接観測をきっかけとしてアメリカ軍が航空機により台風を直接観測するためハリケーンハンターと呼ばれる専門部隊を編成した当初はアメリカ空軍とアメリカ海軍が個別に観測していたが1993年からはアメリカ海洋大気庁のノアハリケーンハンターズに 移管され、ノアシカン部隊が運用する観測機で直接観測を継続している。日本の気象庁は、井戸では赤道から北緯60度、軽度では統計100度から180度までの範囲にある台風の位置決定と予報を担当する。現在、台風の観測では気象衛星ひまわりが重要な役割を果たしており、雲画像の連続的な解析により、 台風の中心や風速などの観測がなされる。日本付近に接近あるいは上陸した台風については、気象レーダーやアメダスも利用される。2017年からは、名古屋大学や琉球大学などの研究グループが、航空機からドロップゾンデを投下、観測ドローンなどで直接観測を実施している。同研究グループは2017年10月21日、 日本人研究者として初めて台風の中心付近を飛行機で直接観測することに成功した。得られたデータを衛星やレーダーからのデータと合わせることで予報精度の向上を目指している。台風の進路予報表示では平均風速が秒速15メートル以上の強風域を黄色の円、同じく秒速25メートル以上の暴風域を赤色の円で表す。 12、24、48、72、96及び120時間後の到達予想範囲は点線の予報円で記す。台風の進路が予報円の中に入る確率はおおよそ70%である。また、台風の中心が予報円の中を通った場合、暴風域に入る恐れがある範囲を赤い線で囲む。これを暴風警戒域という。 台風の進路予報表示は1953年6月から1982年5月まで線形方式、1986年5月まで予報円方式が用いられ、1986年6月以降は現行の予報円、暴風警戒域方式が用いられている。また、予報期間は2002年6月から2009年3月は72時間、先まで。 2009年4月から120時間先まで発表されるようになっている。さらに2020年9月9日からは24時間以内に台風に発達する見込みの熱帯低気圧についても120時間先までの予報が出されている。伊勢湾台風による愛知県半田市における被害の様子2013年の台風30号通過後の宅路番市街台風が 上陸あるいは接近すると、暴風による人工物や樹木の倒壊、高潮、高波や大雨による水害で放電現象を伴うこともある。波台風により高波やうねりを生じる。波の高さが10メートルを超えることもある。強風による吹き寄せと気圧低下によって高潮を生じることがある。珊瑚礁のある海岸など地形によっては、 波群津波が発生することもある。雷雲が発達する割には、台風本体接近時には雷を伴うことは少ない。しかし台風による間接的な雷雨が発生することがある。台風本体においては、進行方向の左側で比較的発生しやすい。その他台風が日本海側を通った時、接近時の日本海側や台風が 太平洋側を通った時の離れていく時の太平洋側で台風によるフェーン現象が発生しやすく乾燥した熱風による火災や急激な気温上昇によるなだれなども起こりやすい。なお、台風が過ぎ去った後台風が通過した地域では空が晴れ渡って良い天気になることがあり、これを台風一家と呼ぶ。日本における台風の被害は 記録が明確な20世紀中盤以降、確実に減少してきている。これには、学術面では、台風研究の発展、行政では予報の充実や経験等をもとにした、防災体制の構築、民間では、災害記録の伝承や自主防災活動による効果と、考えられる。上陸時勢力が、日本史上稀に見る強さであった伊勢湾台風以降、 災害対策基本法制定をはじめ、伊勢湾台風クラスあるいは、スーパー、伊勢湾台風クラスの台風に耐えられるような、防災体制が目標とされてきた。しかし、現在においても、大きな被害が出て、さらなる防災の強化が行われている地域もある。また、日本の周辺諸国、特に東南アジアでは、防災体制やインフラ等が、 まだ成熟していないため、地滑りや洪水等により多数の死者を伴う甚大な被害が発生することがある。風による被害は比較的小さい一方で雨による被害が大きい台風を雨台風と呼ぶ。一般的に梅雨期に接近上陸する台風や終前線の活動が活発な周期の台風は風よりも雨による被害が大きい。 過去の代表的な雨台風の例としては、1947年のカスリーン台風や1958年のカリノ川台風などが挙げられる。反対に、雨による被害は比較的小さい一方で、風による被害が大きい台風オフ台風と呼び、過去の代表的な風台風の例としては、 1954年の東山ル台風や1991年の平成3年、台風第19号、2004年の平成16年、台風第18号などが挙げられる。しかし、これらはいずれも気象庁が定めた俗称であり、あくまで便宜的な区別であるため厳密な定義はない。なお、台風そのものに、雨が強い、風が強いなどの性質があるわけではなく、 台風によって引き起こされた災害の結果によって、これらの言葉が使用されているだけである。勢力が強い台風の場合は、雨と風の両方で甚大な被害が出ることも、少なくない。平成18年台風第13号では、九州付近の前線の活発化で、梅雨末期のような集中豪雨を呈した。佐賀県伊万里市では、期間降水量の7割が上陸前日に降る。 集中豪雨となった。被害という視点で語られることの多い台風も、日本では、梅雨以後の夏季における、各地のダムや山間部の川の水資源確保の観点から見れば、定期的な台風の襲来は重要である。例えば、平成17年台風第14号や平成19年台風第4号は、大きな被害を生んだが、台風襲来前は、 滑水によって0%となっていた、サメウラダムの貯水率をたった一晩で一気に100%以上にまで回復させたため、出水制限が解除された。つまり、台風が来なければ良いと一概には言えない。気候変動に関する政府間パネルの第5次評価報告書でも示されているように、台風の大型化と地球温暖化は関係があるとする見方が強い。 実際2004年には、例年の3.8倍の数の台風が日本に上陸し、平成27年9月関東、東北豪雨、令和元年東日本台風は、日本各地に、甚大な被害をもたらした。地球温暖化は、海洋、大気療法に影響を与える。前者において、海水温上昇による海水の蒸発量の増加に、伴い大気中の水蒸気が増加し、 上昇気流が起きやすくなる。これによって発生した台風は大型化しやすくなる。降車においては大流圏の気温減率が小さくなり大気は安定する。このため台風ができにくくなり数は減少する。地球温暖化は台風に相反する二種の影響を与える。台風は災害ではあるが定期的に襲来するものであり、それなりに 地域の自然の中で位置づけを持つものでもある。例えば沖縄では台風の洪水は地域住民にとっては水確保の上で重要な意味を持つ。同様に沖縄における森林の物質循環を考える場合、落葉量に関しては台風時のそれを無視することができない。また台風に乗って移動する動物もある。定着している。 分布域ではないところに見つかる蝶を名蝶というが、日本では、熱帯域の種が本土で見つかる例があり、往々にして、台風の後である。例えば、メス赤紫や、カバマダラなどが、このようにして出現し、冬までに世代を重ねる例が知られる。それらは冬を越せない死滅回遊の例でもある。薄柿トンボなどもこの例である。同様に、沖縄以南で繁殖し、 本州付近では稀にしか観察されない野鳥が、名鳥として、台風の後に観察されることがある。また、台風が、太平洋上の生物を、日本沿岸に吹き寄せる例もある。台風通過後に砂浜に、それらが打ち上げられる場合があり、カツオのエボシやカツオのカンムリなどのクラゲ類、アサガオガイや、ルリガイ、あるいはササノツユや、 マルカメガイなどの浴足類などが見られることがあり、海類最終化などがこれを狙う。日本では、台風の目に航空機から氷や、水、人工降雨を促す溶化銀を散布して、熱を奪い、勢力を弱める研究、台風にショットが始まっている。また、無人の保船に台風を自動追尾させて、 発電に利用する構想もある、伊勢湾台風の被災地を取材する CBC のテレビニュース版台風は、日本では台風第5、台風号のように台風番号で故障されることが多いが、それぞれの台風には国際的に使用される固有名が付けられている。これを国際名という、以下に示す、平年値は1981年から2010年の30年の、 データを元にした平均値である。以下の記録のほとんどは一部の例外を除いて統計資料がある1951年からの統計に基づく。数に関する記録時期などに関する記録回水温が最も低くなる2月が台風に関する年代わりの時期ともいえ、下記に示す1月1日基準は社会的な区分であることには注意が必要である。 規模に関する記録即器破損のため推定値被害に関する記録その他の記録複雑な進路をたどり、時に進路予報が難しいことのある台風のこと。迷走台風とも呼ばれるが、気象庁ではこの用語は用いられない。台風に発達してから熱帯低気圧や温帯低気圧に変わるまでの期間が長い台風のこと。大義語は短命台風。前述の 複雑な動きをする台風が長寿台風になることが多い。太平洋のうち日本の気象庁が観測対象とする範囲以外でハリケーンやサイクロンなどとして発生したものが観測範囲の境界線を越えて台風と分類されるようになった熱帯低気圧のこと。1回以上勢力が衰え最大風速が秒速17.2メートル以下の熱帯低気圧と なってから、再び発達し、最大風速が、秒速17.2メートル以上になって、台風になった、熱帯低気圧のこと。年越し台風とも呼ばれ、その名の通り年をまたいで発生する台風。基本的に12月に発生し、翌年の1月に消滅する。このような台風の出現は、非常に珍しく、過去に5件しか例がない。 越年台風の一つである2000年の平成12年、台風第23号は20世紀と21世紀をまたいだ過去唯一の世紀越し台風でもあった。地球温暖化が進んだ将来、発生する台風の勢力は現在よりも強くなり、いわゆるスーパー台風と呼ばれるような強力な台風の発生が増加し、それによる日本への影響なども含めて、 増加するであろうと懸念されている。しかしその一方で、台風の発生数は温暖化により現在よりも少なくなるとも言われている。ありがとうございます。